おはようございます。釣り子 TV です。今勝の新型プラグデッドスクリューがですね、釣り具屋さんに並んでいたので一つ買ってきてみました。で、まあ、パッケージにも書いてあるんですけどね、ひよこブランドとのコラボレーションというか、このプロペラがひよこブランドさんのスペシャルプロペラを装着しているということで、ここにですねシールが貼ってあるんですけども、まあこんな感じのパッケージね、裏へ説明書きがいろいろ書いてあって、あで本名がデッドスクリュークワドリフォリオ、ね、デッドスクリュークワドリフォリオっていうのがフルネームみたいですね。で、14センチで 28g あるよということで、価格がですね、釣り具屋さんで2500円、まあちょっとねお高めのプラグだったんですけども、フィッシングショーでですね展示されていた時から非常に気になっていたので、エイヤーとですね、一つ買ってきていました。何にしろですね、ちょっと見たことのない感じのプロペラねがついているっていうことで、じゃあ早速開けていきたいと思います。はい、よいしょ、はい、出てきました。まず見たいのはやっぱこのプロペラ、あーすごいっすねこれ、あーちっちゃいけどなんかとんでもない感じの、なんていうんですかね、こだわりの形っていうのがもう一見して、あーそっか、でこのですね穴のところが四角い穴になってるんですよ。これが微妙にこの当たることによって、わーなんだろう、四角いからもうちょっと回転は鈍いのかなと思ったら、ちょっとカチカチブリブリっていう感触を残しながらすごいスムーズに、こういうことなんだな、まあ、このちょっとね専用のプロペラとかね、他のブランドさんと一緒に作ったりしてとかいろいろあって、まあ、ちょっと価格の方は2500円で少し多分高くなっちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、あこうちょっと傾けるとこの四角い穴が微妙に当たってカチ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 特殊な音が出ますね。下もこう穴がこういうね四角い穴が開いていて、その周りにこの特殊な形状の4枚ペラがついているから、もうねなんか独特な感じ、回し心地っていうかね、これ水の中で泳がしたらどうなるのかってすごい気になりますね。でボディ他見ていくと、ここにねちょっとねプロペラの裏で見えづらいんですけど、リップのようなこうね小さいパーツがついてますね。泳ぎを安定させるための機構なのか、裏の説明書きに書いてあるかな、であとまあこうちょっとね色もねセクシーオイカワね、セクシーオイカワってすごい綺麗な色選んでみたんですけども、あーでこだわりだろうな、これ片方だけですね羽がついてる、こっちがついてないんです。今びっくりした、一瞬あれ肩が折れてんのかなと思ったら、そういうことじゃなくて最初からこういうこっち側だけ羽がついているけど、こっち側ついていない、こういう作りになってますね。で後ろの方はここがね出っ張ってるんですよね。この形にも何か意味があるのかな、後ろがポイーンとくびれて膨らんでいて、でまたこっちにもこの4枚羽のねプロペラがカチカチなりますね。なんかこれ斜めに今回してるからかもしれないけど、なんかすごいカチ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 ね。で針はまあフッ素コートとかそういう感じではないですね、通常の
黒色の針がついているという感じですね。ちょっとね、いろいろと気になるパーツが多いんで、これ裏に分かりやすく書いてあるかな、どのパーツがどういうね、結構ねググったりしてもね、とにかくデッドスローでとんでもなく、回るように、動かせるようにっていうので開発している、まあそういったぐらいの情報しかまだ出ていなくてですね、ちょっとねこの機構の秘密が書いてあればいいんですけども、裏を見ていきます。デッドスクリュークワドリポリオ超低速ノイジースクラッチプロップベイト、デッドスクリュークワドリフォリオ、従来の常識を打ち破る大型4枚プロップとスクエアセンターホールがクローラーベイト並みのデッドスローリトリーブと複雑な金属スクラッチサウンドを発生、前後2枚の大きさの違う4ブレードプロップは従来のプロップとは異なり、その独特の形状と重量からデッドスローでもカチカチチリチリと独特の大きな金属摩擦音を奏でます。そして同時に複雑な波動と水流をボディ全体にまとうことでスリムなリアルボディと相まって実体を見切られにくく、警戒心の強いビッグバス音も水面へコールアップさせバイトへと持ち込みます。また降下ステージのサーチ法としてロッドティップを水面に押し付けるようにし、ややハイスピードで巻くことでフロントプロップが水面を盛り上げるような水押しを発揮、リアプロップが水面上に浮上したバズベイトのようなノイジースプラッシュを上げながらまっすぐ I 字スタイルで、かつ水流を強くまといながら泳いできます。中高速でバスをサーチしながらここ一番のスポットではスーパーデッドでじっくりと最大限の時間をかけて攻めてみてください。スイッシャーでもなくスクリューベイトでもない、むしろビッグクローラーベイトに近い新しいジャンルのデッドスロー特化型ノイジースクラッチプロップベイト、それがデッドスクリュークワドリフォリオです。というわけでですね、まあちょっと裏の説明書きを読んでみたんですけども、通常はサーチベイトとして早くねこの重いボディで遠投してダダダダダって巻いてきて、ただここぞというところでめちゃくちゃデッドスローにこうゆっくり誘うことができるよ、まあ多分全部そのための形なんであろうと思うんですけども、こういうプロペラものってバズベイトとかもそうですけどね、どっちかにこう寄りながら泳いでいくっていうね、プロペラの向きによってそういった特性がありますからね、多分それを抑制するために片側にこのヒレがついていたり、あとはその I 字引きでデッドスローにした時も安定して泳がせるための多分このリップなのかな、ね、お尻のこの出っ張りなんかはどうですかね、ちょっとここら辺使ってみないと、まあ多分フラッシュ I 字引きさせるための機構なのかな、まあ何してもちょっとね早く投げてみたいですね。でどんなところで使うのって結構ね大きさは違うんですけども、何ですかね、本当霞水系からあとはダムとかね、それこそあとはスモールマウスバスを狙う時なんかもこういったね2つプロペラのついて I 字引きできるプラグで水面直下ぬとーっと来れるプラグってね、ほんと魚を下から沸かせる能力がすごいなっていう、この手の釣り結構トップウォーターの釣りでも好きで、でこんなねちょっと今までにない感じの激しいプロペラがついているっていうことで、出たら1個買ってみたいななんていうふうに思ってたんですけども、まあ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 トリプルフックがついているんで、そうやって浮かしたバスも確実にかけに行くよっていう感じですしね、まあちょっとね使ってみないと出しどころっていうのはお伝えしづらいんですけども、前にこの手のねダブルスイッシャーをよく使っていた時は結構どこでも釣れたな、で、もう湖のど真ん中で急に魚を沸かせる時なんかに使ったりとか、あとは霞水系だと延々と続くですね、護岸沿いにバスベイトを投げるようなシチュエーションで、でもバスベイトにはできらない、そんな時に入れると
日中のなんだこんな時間に出るのなんていう時間とかにもですね、本当朝夕真面目とかでなくて、日中のこの時間ってね、ワームでもなかなか釣れないよなんていう時に急にバコーッと釣れたりするっていうのが、この手の何ですかね、アイジ引きダブルスイッシャープラグで、よく経験していたんで、でアメリカのトーナメントなんかでもね、最近あの KVD がね、あのケビン・バンダムが、デュオのですね、ね、ダブルプロップのプラグを使ってシークレットベイトにしてね、優勝したなんていうね、記憶に新しいこともありますけど、はい、あとね、ダボースイッシャーね、ダブルスイッシャーといえば他にどんな仲間たちがいるかな、今までどんなの使ってきたかなってちょっとね引っ張り出してきてみたんですけども、この形買ってみたいなとすごい思ったのがですね、昔のあのズイールのルアーで、例えばこれね、これすげえよく釣れたんですよ。ズイールのロジックっていうね、ダブルスイッシャーで、もうちょっとね、色が剥げたりボロボロになってきてるんですけど、これはアマゾンサイズですね。1999年、世紀末モデルですね。これがね、すごいよく釣れた思い出があって、まあ、結構ね、よく見ると歯型まみれなんですけど、これとね、すごい、ああやっぱりな、サイズ感が似てるなって、ね、思って、で、まあ、このプロペラも特徴的ですけども、例えばこのロジックも専用の、ね、ズイールプロペラがついていて、これがねすごい厚手でですね、いい音を出すんですよ。これはね、アイジ引きっていうよりもジュポンジュポンっていうね、すごい炸裂音、捕食音みたいなのを出しながら使っていた、まあ、でステイさせて使っていたイメージなんですけども、まさになんか現代版もうね、世紀末から数えると、まあ2018最新バージョンっていう感じで、まあね、プロペラの形とかコンセプトは違えど結構似た使い方できるんじゃないかなと思ってですね、買ってきてみました。まあこれはね、今でもたまに雰囲気があるときね、このほんと黒色が効くのかね、なんか大好きなんでね、よく使うんですけどね。とか、あとはね、この仲間で、これがね、ロジックなんですけど、こっちがね、ロジック2ね。プロペラがこっちはすごい軽やかな、薄いプロペラがついていて、ダブルスイッシャーで、これはね、2003年モデルですけども、やっぱちょっと黒色好きなんで、黒主体のこういった黒フォネみたいな色なんですけども、これはね、オリジナルのロジックに比べると、ちょっとね、軽やかなサウンドで、シャラ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 って誘いたい時はね、これ、ロジック2使ったりするんですね。で、まあ、それの仲間で、これはね、ロジックの小さいやつね。でもまあプロペラはどちらかっていうとロジック2に似た感じのちょっと軽やかなプロペラがついてるのかな、まあ、形状的にはちょっとデュボって感じの音が出せるんですけど、まあここら辺のトップウォーターがいて、でまあでもこれってね、本当自分の中ではそのね、ここぞっていうタイミングでしか釣れないっていうね、まあ朝夕真詰めとかね、狙いすました瞬間に釣る時に使っていたんですけど、ダブルスイッシャーで一番、ああ、これ釣れるなーって感動したのが、これなんですよね。この A プロップシリーズね、まあ、ここにね、コーリングアップっていうか、裏表紙にも書いてあった、このコーリングアップっていう言葉を浸透させたルアーっていうと、これになるんじゃないかなと思うんですけども、これはね、本当にこう、すごい薄いプロペラで構成されていて、本当ね、もう、超デッドスローでね、チリ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 ってね回るんですよね、このプロペラが。これはね、もうね、ぶつけたりしてね、ちょっとね周りが悪くなってきちゃってるんですけども、でこの短いボディに3本フックでね、コーリングアップしてきたバスをもう確実に絡めとるぞみたいな仕様なんですけども、これはね、ほんとね、この手のアイジ引きでこう水面直下でこうもももももも
ってこう水面にこう波動を出しながらこのプロペラがねチリ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 ってね水面に光を放ったりと、まあ、いろんな効果があるんでしょうけど、これはね時間問わずね本当日中から、まあ、どんな時でも案外投げると、こんな時間にトップウォーターで釣れるのね、本当魚をね沸かしてくるルアーなんですよね。下からもうそこいたんだってところからモンドリ打って出てくるっていうね。で派手なバイトっていうよりも本当餌って思ってるのかな、なんかスッって感じで食ってくるんですよね。パコーンって感じじゃなくてスッって感じで、気がついたらこう乗ってたみたいなファイトが始まるみたいな、本当にね餌だと思って食ってんだろうなって。まあこれでこの手の釣りが大好きになって、でこれを買うに至るんですけど、まあこれの兄弟のサイズでね、ちょっとスモールマウスとか、あとはまあブラックバスでもそんなに大きな餌追ってないなーなんて時に聞くですね、ちょっと一個小型のサイズとかね、ここら辺もやっぱ同じようにすごいね薄いプロペラがシャッ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 って水面に刺さっていってですね、すごい魅惑的な動きをしてくれるんですけども、こんな感じね、ここら辺ので、まあね主に霞水系でやってたんですけどね、まあ新利根川とかその辺りとかですね、そういったところにトップウォーター好きでよく投げていた時に活躍したこのダブルスイッシャーたちね。でこれのもう2018ね最新のダブルねスイッシャーはなんどんな感じかなね、気になって買ってきたわけなんです。これねちょっとねプロペラの回転もいいし、まあねぶつけたりするとねこれがクイッて曲がって周りがね悪くなったりするかもしれない、まあ、ちょっとねダムとかあんまりここら辺のはねもうねほんと護岸際にねバコンバコンに投げまくってね何回も直して使ってるからね、このプロペラの角度とかが若干ね、ずれてきて、これなんかもねもうちょっと周りが悪くなってきてるんですけど、今度ねちょっと整備して使おうかななんていう風に思います。はい、じゃあダブルスイッシャーの皆さんには退場いただいて、あとねじゃあ重さね、測ってみたいと思います。デッドスクリュークワドリポリオね、ちょっと名前、ね、クワドリポリオのところねちょっと何回も言わないと覚えられなそうなんですけども、何グラムでしょうか。27.3g、 まあまあ 28g だよって書いてありますね。およそね、まあ、1オンスぐらいあるということで、でこれにねスナップつけたりしたらまあ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  28g になるんじゃないかなと思いますけども、これねあとこの前にこういう特殊なプロペラがついていますから、どうだろう、まあ PE ラインとかでやるとね絡まっちゃうからリーダー組んだりした方がいいのかな。あとはあの専用のねよくこういったプロップベイト用に棒でちょっとここのストロークを取るなんていうパーツもありますからね、そういったのつけてこのプロペラが何しろものすあやっぱいいチリチリもしますね。なんかこのプロペラに引っかからないように、まあトップウォーターっていうよりもちょっと水面直下から水面ぐらいをモコ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 って誘う感じであるんであれば、まあフロロカーボンラインなんかでも全然いいんじゃないかなと思いますけど、どんなちょっと糸とかねタックルで巻こうかなっていう感じで今考え中ですが、これからね秋の時期、秋もね結構深まったな、11月とかでもそうこういったプロップベイトってねよく釣れたイメージがあるんで、ここから今ハイシーズン真っ盛りですからね、ちょっと秋のベイトをバコバコ追う時期までですねタイミングとかそれっぽい雰囲気があったら湖でですね、まあ主にダム湖になるとは思うんですけども投げ込んでいきたいと思います。というわけでですね、本日の釣り講 TV は今かつからですね新しく出た新型のプラグですね、デッドスクリュー、クワドリフォリオね、これを買ってきてみたよってこういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。